マイメロプリンセス万歳。ありがとう、ありがとう。そんな、お前さん、せっかく蘇ってこれっぽっちだなんて。ダークを反省室へ連れて行きなさい。はマリーランドの夢をなくそうとした罪は重いですよ。重いですよ。そりゃ私はあんたたちが困ることをしたさ。でもあの人をダーちゃんを復活させて一緒に暮らすのが私の最後の望みだったんだよ。わかるわかるよ。好きな男と一緒にいられるなら女は何だってやるものなのじゃ。グロミお前マイメロバグダちゃん利用されたけど管理人さんにはすごくお世話になったんだぞ。なんとか助けてくれぞな。いいよ。アプリこれは本当に許してしまったのですか。だって許してって。大変重い罪ですよ。ええんやろか、ほんまにマイメロがプリンセスでええんやろか。ふん、今度のプリンセスは大雨だね。アバユ。待って、お願い、マイメロの優しさを無駄にしないで。優しさ？もう二度と悪さはしないって約束してください。ふん、寝言は寝ていいな。このままじゃ済まさないからね。何か企んでますよ、ダーコは。マイメロ、すぐさっき言ったこと取り消すんや。ダメです、プリンセスが一度口にしたことは本人でも取り消せないのです。へぇ、そんな危ない。マイメロ、つけたりすんなさ。マイメロ、なんとかダーコの悪巧みを防ぐことを言わないと。ヒイラギ様と、いやいやいや、ウサミミカメンとデートしたいなんて言ったら許さないからね。思ってたんだ。クソ、このままで済ますもんか。おや、黒い森がまだ紫の妄想の森のままだ。なるほど。さあマイメロ。さあプリンセス。マイメロは大変です、黒い森に異変が。天使はいなくなったけど目をとパウエー、私の妄想よ、復讐の炎よ、ムマとなってあいつらに仕返ししておくれ。このダーコ様をなめんじゃないよ。黒い森がまだ紫で妄想の森のままですって。はい、そこでダーコがムマを呼び出しているのです。ムマって？夢の中の悪魔のことです。ダーちゃんももともとムマだったのです。そんな、でもどうして。まだマリーランドの夢の力が完全に元通りになっていないのでは。もしかしてバクたちが先週テレビの前のみんなを負け犬扱いしたからゾナか。そりゃはごめんね。ちょっとはしゃぎすぎたぞな。こ
今週は綺麗にいくよ。皆さん、負け犬オーラでなく夢見る力を送ってください。マリーランドの夢の力を完全に戻さないと。ルルチッチ、ドリームパワーぬべたらみんな、マリーランドに夢の力を送って。みんなの夢絶対叶うよ。あれが夢の力か。綺麗だね、お前さん。私の夢か。私はお前さんの形見が一つでもあれば一生やっていけそうなんだけど夢だよね。やっぱマイメロ。本当に叶ったよ。お前さん。黒い森の番人になる？今までいろいろすまなかったね。うちの人がこんなに綺麗なもんになったんだ。私も負けてられないよ。これからは黒い森から悪い夢が出ていかないように私がしっかりバオをするよ。管理人さん。ゲバゲバオバパ。ダーコ、よく言ってくれました。返してとか言うなや、マイメロ。マナちゃんひどい。マメロそんなこと思ってないもん。クロミ、バク、達者でね。でもプリンセスじゃなくなっちゃったね、マイメロ。いいえ、なかなか立派な仕事をしましたよ。これからはあの黒い森に番人ができたのですから。マメロいいもん。だってまたウタちゃんと一緒にいられるもの。マイメロ。おお。またよ。まただよ。ミラクルスパ温泉だ。レインボーホットなヌベタラチョ。マイメロ、はい。メロディーマッチキッチキッチ。おしゃべり上手とお昼寝ブランコ、頭だけ笑ってる。マイメロにやられっぱなしで情けねえ。ナンバーワンの座渡しちゃえば。お遊びはもう終わりだ。ああ。そろそろ思い知らせてやる。でもよかった、またマイメロと暮らせるんだね。うん、マイメロはいつもウタちゃんと一緒だよ。友達が大活躍だよ。
どんな子かな、ワクワク。あや、お星さまが降ってきた。うやー、これマイメロ、あたいにも喋らせろ。次回お願いマイメロディキララ。あやま、美少女が降ってきた。あやま、美少年が降ってきたの2本立て。みんな見てね、お願い。